まではもうパンチ見るとか関係なくもうただ殴りに行ってたんです、うん、でもうだって基礎基本なんか教えてもらわないで今の今まで来たくらいなんで、うん、な多分今これ見てる人もお前言うなってみんな思ってたと思うんですよ。いやいやだからそこはやっぱりねやるなとか言うんじゃなくて考えろよっていうことですよね。ひしゃーあし自分がそのいわゆる何かやるとお騒がせっていうふうに言われちゃうじゃないですか、ねはい、ネット上とかで何も考えてなくてもお騒がせって言われるんで何もどうしたらいいんだろうと思ってるんでもう何もなんか気にしてないです、ね、気にしてない、はい、だからそういうことですよ。自分でやらかし気にしないでしょ全然だから毎回やるんですよ、うん、だから気にしてないですよ。軽量ぐらいは軽量考えてますかね、はい、それはさすがに自分試合でなきゃできないんですよ。わざと蹴るオーバーしてるわけではないそれやばくないですかさすがに。いや、分かんない。それ言ったらですね、多分私のデビュー戦ぐらいの時はマジで落とし方分かんないのに、はい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 、なんで組んだよ、組んだんだよっていうのがあるんですよね。デビュー戦3期だったっけ、うん、2.9 って書いてあったね。でしたっけ、そう、ナオデートね、はい、落とす気とか、うん落とす気がなかったとかあるとかの話じゃなかったですか。俺はだからその時こいつと喋ってないから、うん、まあそうですね。で終わった後にワン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 にお前体重オーバーして一本取っただけなのにワンワンワンにフェイス歩いてましたからねこいつ本当にお前体重オーバーして取ってなくて、うんまあ、まあでも海外は体重的にはどっかやっぱりそういうのは面白いなと思いますけどね、うん、まあただ階級的に言うとなかなかやっぱり少ない階級なんで、どっちかというとアジア系じゃないヨーロッパとかアメリカとかそういうなんかねあればね面白いかなと思いますけどね。ただ今のこの間の東戦の試合では勝てない。やっぱそこを戻さないとやっぱライジンも最後は全部最後いけない、スタミナだっていけないっていうのがあれ昔だったらこっからちょっと頑張ったのになっていうのが終わっちゃうっていうのがやっぱり何度か最後あったし、やっぱりそこの部分がうんねで、でも勝てなくなっちゃうし、うん、そこはしっかりしなきゃいけないけど、でも本当キング・レイナ選手でいうと別になんかいろんなことやらかしてもちゃんと強ければ問題ないと思う。そういうことだ、本当のことです。強くいなきゃいけないのは多分誰よりも分かってるんですけど、あなるほど、 そこがあればだある程度のことみんな許容してくれる。これが多分この業界は弱くなったとか言われることが、はい、なんか なんでそういう試合展開になっちゃったのって言われるんですけど、うん、今いろいろなジム私行ってきたじゃないですか、はいはい、で今基礎基本を結構教えてもらいながらやってるんですよ、はいはいはい、でやっぱ今まではもうパンチ見るとか関係なくもうただ殴りに行ってたんです。今まではもうパンチ見るとか関係なくもうただ殴りに行ってたんです。でも今はそういうのをしようっていうのも考え、まあ少しうまくやりつつ雑にできるようになったら多分昔の印象に近いようなキング・レイナーに戻るのかなっては思っているんですけど、なるほど、何も考えずにバーンってマイクのって結構怖くて今も。怖さが逆に分かっちゃう。ビギナーズラックだったとこあったってことですか。そうですよ、もうだって基礎基本なんか教えてもらわないで今の今まで来たくらいなんで、もうだって基礎基本なんか教えてもらわないで今の今まで来たくらいなんで、はい、もう総合格闘技っていう合わせた競技の中で教えてもらってたわけじゃない、ただ殴りに行くっていうのをやってただけなんで、なるほどなるほど、荒削りだったから逆にこう伝わるものがあったんです。ボブサップだな、昔も。そうそう、もう今、俺も言おうと思いました。ほんとそういう感じだったんで、ただまあ階級的には難しいですよ、うん、そこはそこ難しいですね。やっぱり階級的にはそれを求められちゃう、うん、やっぱりその層が多くて、うん、そういう勝負論だけでは難しい部分もあるんで、軽量級じゃないんで、うん、そういう部分ではやっぱ、ね、男子のような激しい試合、うんをまあ求めてるのはあるのかなと。だからまだ ね、 そのこの階級になってたらやっぱり女子だって一撃のパンチで失神しちゃうから、はい、そこは軽量級と全く違うところだからね、実際にそう、はい、でこれ海外でやるならもっと辛いですからね、海外で条件厳しくなるんでやっぱり自分のね思ったペースでできないじゃないですか実際、
うん、だから絵画なんて本当に2キロ待ちぐらいで考えておかないと、あ、なかなかやっぱりうまくいかないと。向こうで、向こうにも着いた時にもうアンダーグレーンでいないと結構多分しんどいと思いますね、うん、だから無差別もいいんじゃないって、たくさん食えるよって。確かにそうだね、ビーガンやめてもいいし全部肉食えるよって話ですよ。そんな、うん、私肉好きだと思われてるんですよね、ずっと佐伯さんに。そうでもないんですよ。菓子だな、お菓子か。お菓子の方が好きですね。それはそう。ちなみに何が好きなんですか、お菓子だと。お菓子で、え、何ですかね。え、それはケーキとかも入ってくるんですか。もう好きに言ってください。何だろう、でもモンブランとか好きですね。ああ、はい、ね、でも好きな食べ物何ですかって言って、イチゴなんですよね。俺もそうだけど、はい、太ってる理由があるんだよな、多分。いや、だから食べるものの質によるんですって。だからじゃあお前が、まあ、威張って言うな。太りやすい太りにくいがあるんですよ。なあ、ちょっと待て。いやいや、本当に私ここ最近ずっと研究してない。多分今これ見てる人もお前は言うなってみんな思ってると思うんですよ。いやいや、多分今これ見てる人もお前は言うなってみんな思ってると思うんですよ。いやいや、そう思ってもらっていいんですけど。え、ちなみに今なんか何でしたっけ、あれは何なんですか。あれは何なんですか。あれは私がこの間こっちに来た日ですね、あのドタキャンしちゃった日のその後に私こっち挨拶来た時に、あの海に行こうって誘われてたんですよ。お、まあ、会社も休みだったんで、はい、いいよって話はしたんですけど、でもちょっと予定が入っちゃったからちょっとごめんねって言ったんですけど、まあ、その最後なんかこれこれこうで行けなくてごめんねって言ったんですけど、既読もつかないだけどなんか行ったりも書いてるし、で私はもともと江ノ島の水族館の裏のところに海のやってる人が知り合いがいるからそこに行くんだって話をしたんですよ。私は行こうと思ってるからそこに行くけどって話をしたら、まさかのなんか神奈川のなんか海の家やってる人のところでなんかクルーザーかなんか借りてなんか何人かでなんか行こうと思ってるんだって言ってきて、え、ちょっと待って、クルーザーとかお願いしてないし、あ、私行けないんだよねって言ったらキャンセル料がとか言われて始まるんですよ。もう LINE の履歴見せてあげちゃえるぐらいはって思ったんですよね、私は。え、ちょっと待って、私聞いてないし、え、何クルーザーは、私そんな高価なパーティーしようと思ってないけどみたいな。ただ海の家とか海でワイワイちょっとしようかなぐらいの感覚だったんです、うん、だからそっから間違えてる、だからそっから間違えてる、まず一つ言う、あのね、まず今ね、この間のタイミングでパッと見たら、はい、なんかドタキャンされてたじゃん、はい、でちょうどその後の VTR が流れてたんですよ。これどんなに最高のタイミングだと思っちゃうんですか。みんながねドタキャンドタキャンして、でも今のキングの発言いきますけど、これはこれまあ難しいんですけど、これがまだ大人じゃないんですよ、僕らみたいな常識が。大人じゃないんですよ、僕らみたいな常識が。今の話で、今の緊急事態宣言中に海に行きます、遊びに行きます、まあまあまあ、確かにね、ダメなんですよ、ダメなんですよ。これは、その変な話だけど、やっぱり、まあ分かんないよ、タクトが隠れてやってるのか、やっぱりこれって今の時期は一応制御上ではやっちゃいけないじゃん。そうですね、だからそこが分かんないですよ。で、みんなが見えない中でやってるけど、そこで写真撮ったとか、その話になっちゃったら、うん、そこでまたコロナになりましたって言われちゃうんですか。それをやっぱりどうするかっていうのを考えていかないと、それが安易な考え方ですよ。ワイワイガヤガヤしちゃダメなんですよ。いや、もうそんな見えるところではしないですよ。でも現実にワイワイガヤでなった時に、練習行ってなったのとは違うので、そうですね、その場でなったのに、そこは今は、じゃあ今はやめとこう、今はやめとこうっていう判断しなきゃいけないんですよ、実際。それは大人は絶対用意してないですか。だからその辺もなんかちゃんと気をつけないかないと、それで強けりゃいいんですけど、それで強けりゃいいんですけど、問題はそこなんですよね。だからそういうことはやっぱり言われちゃうし、だからそこはやっぱり僕らもやっぱり少人数で、まあ、例えばタイミングもあるじゃないですか、実際に、うん、はい、でまあ僕もね、あるパーティーに誘われたことありますけど、タイミング悪くて断るけど、その理由も違った、嘘ついて断らなきゃいけないし、そこは何かあって写真撮られたり、何かあったらね、やっぱり突っ込まれるじゃん。この間の TBS の、あ、いや、テレビ朝日かの件もあったじゃん、打ち上げやと思う。やっぱりそれはみんな自分の立場考えないと、キャラだけでは済まないとこあるじゃないですか。自分の立場考えないと、キャラだけでは済まないとこあるじゃないですか。そうそう、だからその辺の認識がなんかもう軽いなっていう。だから別にダメな、ここの部分はなんていうのかな、
自分を出してもいいけど、守るところは守ろうよっていうもんじゃないですか。勝手に守ったみたいになっちゃった。そう、ね、でもそう行かないっていう手を選んだみたいになっちゃった、ね、そうかそうか、うん、だからそこはやっぱりね、やるなとか言うんじゃなくて考えろよっていうことですよね。実際そう、だからそこはやっぱりね、やるなとか言うんじゃなくて考えろよっていうことですよね。実際、うん、そうか、まさかツイッターにまた書くと思わなかったんで、うん、はい、何書いてんだこいつって思いましたね。他の人から言われて気づきましたから。でも本当強ければかなりいろんなことが許されるんですよ、この業界は。そこだけなんですよ本当に。それ一番分かってますよ、うん、もう本当にそこ一回経験してますからね。はい、うん、そこなんですよ。何の問題もないんですよ本当に。うん、でも逆に言ったらなんていうの、簡単ですよね。だってそこだけ良ければある程度のことを通っちゃう。まあ、それは簡単じゃないかね。いや簡単ないんだけど、うん、でもすごい分かりやすい世界じゃないですか。そうですね、うん、だいぶキングレイヤー様になんとなく見えてきました。何が見えてきたんですか。まあ、何も昔から変わってないですか。そう、何も変わってませんけどね、はい、本当に変わってないんだ。何も同じですよ。そんなに変わってないですね、うんうん、はい。これでいいんですか。大丈夫そうですか。はい、でそれがそのさっき言ったその基本的にあのキングレーナー嘘から始まるっていうところはもう全否定しなくていいんですか。まあなんせもうほぼ聞いてないし、まあ、基本は嘘から始まるんで。嘘から始まるですか。何の嘘なんでしょうか。だからこれが嘘だと思ってないんですよ。だからそれを議論してもしょうがないです実際に。忘れてたことですか大体。いつもな。いつもなんか。やったら忘れてたことだな。なんかお前ここ行ってたらとかあそこ行ってたらって言うと何ですかって言うと、あーって最後なのかな。記憶がなくなるんですか。そうそう。行きましょう。そう。はい。そうです。別にこの間のドタキャン云々じゃなくて。はい。ドタキャンあれは、まあ、まあ、大したあれじゃないんですよ。いやいや大したあれじゃないのことですか。それ以外のことで。佐伯さんはだって彼女言ってることは基本的に嘘から始まると思ってないと言ってらないよっていうようなニュアンスじゃないですか。そう思ってないんですけどね。佐伯さん嘘だと思ってます。ああなるほど。本人は記憶喪失ですから。あそうなの。記憶喪失、そう、物事を忘れる。ああそういえばありましたねみたいなね。そう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 、そういうことそういうこと。あんまり重要視されてない。じゃあ間違いすれ違いだね俺の。なるほど。でもう一つはさっきも出たけどないっていうことですか。それでもやっぱり無遊病はちょっとたまにある。無遊病、また無遊病って言ってきますね、うん、どうなんですかね。無遊病じゃない、感覚的には自分で飲みたくなりすぎてるところで、まあやっぱ無遊病記憶がないわけじゃないですかね。はい、うん、無遊病記憶がないわけじゃないですかね、うん、記憶ないじゃないですか、うん、の人って体が勝手に動いちゃうとかはないですか。例えばまあ、目の前にあればそれ飲みたくなりますよね。家にあれば。なるほど。まあ、なるべく当日の朝までそういうものは買わないですけどね。だから、はい、やっぱ極限になってきたらやっぱきついんで。なるほど。すごいな。まあ、だからこそ今はもう水抜きなるべくしないようにしてます。きつくなっちゃうんで。はい、ね、ちょっとまた聞きたいこと聞けました。どうなんだろう。いや、うん、そうですね。なんとなく分かってきた感じでいいと思う。本当ですか。はい。もうこの間喋り疲れたからね。もうネタ的に。でしょうね。何時間喋ってたんですか。うん、そうもう何時間喋ったんですって。お前の言うことばじゃないの。大体。いや、ね、大体。どれぐらい年を待って。はい、撤収。はい、終わりましょう。はい。今回、改めて3つお伝えしようと、自分の中に決めてこの動画を撮ろうと思ってやっております。でそれは何かというと、1番、そもそもこのチャンネル作った動機みたいなものを改めてお話します。2番、今後の方針についてお話します。で3番、